はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回はホンダ新型シビックタイプ R、 こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。ホンダが、そして日本が誇る FF スポーツシビックタイプ R、 あまりの魅力に惹かれて私も速攻注文した1台ですが、その走りは一体どうなのか。速さと圧倒的なドライビングプレジャーを兼ね備える究極のモデルを、今日は日常的なシーンの中で走らせてみたいと思います。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで今回はホンダ新型シビックタイプ R の試乗をしていきたいと思います。ということでまず現在私がいますのはこちらホンダカーズ三重東朝日店になります。ご縁がありまして今日はこちらで撮影させていただけることになりました。ありがとうございます。で私初めて来ましたけど、これ横も1号線だし23号線だし国道に囲まれている店舗ですからめちゃめちゃでかいんですよね。なのでぜひ三重県にお住まいの方はこちらお越しください。今ならタイプ R もあります。まずフロントマスク改めて見てもめちゃめちゃ鋭くて、そしてローワイドで超かっこいいですよね。で横方向もブリッと出てるフェンダーとか、この2ピースのディスクローターとか、もうスポーツ満々っていう感じがしますけども、もう本当にワクワクしてます。ぶっちゃけこれね、乗るの本当楽しみすぎて昨日も寝れなかったって言ったら嘘になるんですけども、でもそれくらい本当に楽しみな1台です。さあということで乗り込んでいきましょう。もう楽しみすぎて声が裏返ってますけども、まあ、質感とかは前回の内外装編でご紹介しますので、早速乗っちゃいますか。うわすごいバケットシート、予想以上にここが立ってるし、上半身のサポート性がめちゃめちゃ高い。赤色で単純にかっこいいだけじゃなくて機能性も高いわ。実際これシビックのスタンダードモデルに採用されているボディスタビライジングシート、それをベースに開発しているそうで、軽量化も行っているんですけども、全体の保持性能も高めているということらしいです。エンジンのスタート音は静か、なんかそんなにボボボボボっていうスーパースポーツみたいな音はしませんでしたけど、ちなみに装着タイヤに関してはミシュランのパイロットスポーツ 4S を履いています。かなりグリップ性能高いヤーツですよね。でタイヤサイズに関しては265の 30ZR19 なので、先代よりも20ミリくらい広がっているのかな。でこれが2ピースのディスクローターになってますけども、かなり刺激的な感じになっております。さあということでタイプ R 乗っていきましょう。というかもう乗ってます。でさっきまで撮ってたつもりだったんですけども、なんかね逆押ししちゃったのか、どっかのタイミングで切れちゃって、ごめんなさい、再度撮り直しリテイクになります。で今ねしばらくタイプ R これ街中で乗ってますけども、すっごく乗りやすい。もういい意味でタイプ R らしさっていうのはないのかなと思ったりもしますし、本当普通のちょっとハイパワーな車に乗ってるなっていう、シートポジションこそ低いですけども、でもそういう部分除けば本当違和感なく乗れちゃう。これまず素晴らしいよね。でここからちょっと伊勢湾岸ね、せっかくありますから高速も乗っていこうかなというところです。本当はもうちょっと一般道のお話を先にしたかったんですけど、ちょっとねカメラの調子が悪いのか、この前ね落としちゃってね、なんかそっから様子が悪いんですよね。そろそろ変え直さなきゃいけないっていうところですけど、今チケット取りましたので、じゃあここから料金ダッシュ行ってみます。あでもねこれ最初の踏んだところのここのレスポンスは全然今ノーマルでもいいんですけど、これスポーツに変えましょうか。スポーツにするともちろんもっとレスポンスも良くなるし、プラス R ってすると音も変わるしレスポンスも良くなるんですけど、ノーマルのコンフォートでもすごくレスポンスはいい。でターボだからグッと下級圧が高まる感じっていうのがありました。じゃあここから2速全開で合流していきます。せーの、おーちょっと今
シフト危なかったけど、すっごい気持ちいい加速。タイプ R はね、もちろんハンドリングマシンだから、このね、縦方向だけの楽しみじゃないんですけど、私これ初めてタイプ R に乗るわけですよね。うん、ここのね、加速感やっぱスポーツカーだね。すごくいい。これは楽しいわ。というか、うん、ぶっちゃけ高速でも速度レンジ全然足りない。もうアウトワン持っていってやっといけるかなみたいな、そういうレベル感ですけども、いいね、これは気持ちいいわ。今6速で走ってて、80キロ巡航でだいたい1800回転とかで、パワーがあるから、ここの追い越しなんかもアクセル本当に 1% 2% とかしか踏んでないですけど、めっちゃ余裕持って加速していきます。この余裕もね、一般道走ってると、一般道じゃない、高速走ってると気持ちよかったりするんですけど、いいね、こういうクルージング性能も高いのがやっぱ今の第2世代のタイプ R の魅力になってます。危ない危ない、なんか折ってた。今6速固定で走ってますけど、全然ねギア落とす必要は全くなくて、この状態でもグイグイと加速していきますよね。うわー、これは気持ちいいわ。楽しい。いいねいいね。100キロだとだいたい2200回転2300回転くらいを指しています。ちなみにこれパワートレインはもう言うまでもないと思いますけど、 K20C と呼ばれている VTEC ターボですよね。直列4気筒の2リッターのガソリンターボ。最高出力は330馬力、最大トルク420ニュートンメーターです。なので FK8 に比べると実は10馬力20ニュートンメーターアップしてるんですよね。車両重量は1430キロ、まあそんなに重くなっていません。まあスペックは抜きに、というか今日はもう細かいこと抜きに、走りの面白さを皆さんに伝えたい。しかもこれレブマッチシステムついてるから、シフトダウンした時にパッと回転数を即座に合わせてくれるわけです。普通これ回転数合わせようと思うと、ブレーキングしていなくてもアクセルちょっと煽るとか、そういう動作が必要になってくるわけですよね。でもそれがね、必要ないっていうのは、やっぱこの辺も普段使いの快適性を高めてるポイントです。いや、いいね。しかも乗り心地がまた絶妙にいいな。コンフォートがすごく快適。うん、気持ちよく凹凸も越えていくし、すごくしなやか、ピタッと収まるんですけども、でもガツガツしすぎていないような印象もありますから、これはねなかなかいいぞ、普段使いも普通にこなせるスポーツカーっていう印象がありますよね。でここのギャップ越えた時とか、うん、まず一発のバネの縮み具合がすごくしっとりしてます。全然バタバタしない、スッと収まるんだけども、でも上下動がね、そのガツガツほんとしてないから超快適な印象があります。また高速のスタビリティもベラボーに高いなこれ。うん、いやこれね、私買いましたけど、多分サーキットで走ってる時間よりも絶対一般道で流してる時間の方が長いんですよね、普通に考えると。でそういう時にこの一般道であったり高速道での快適性っていうのはもうね、無視できないものがあるんです。いくらスポーツカーといっても、もう本当にスーパースポーツの世界だったら話は変わってきますけども、ただこういう日常使いもできるような、しかも第2世代のタイプ R っていうのはその辺もちゃんと考えて作ってあるわけですよね。普段使いもこなせる、みんなに親しまれるようなタイプ R を作ろうっていう、だからそれがちゃんとねフィードバックされてますし、別にかっ飛ばす必要はない。まあ合流とかであのパワー感を味わってもらうのは良しだと思います。でもこうやって法定速度が決まってる中で無茶をするんじゃなくて、100キロだったら100キロの世界観でこの楽しみ方ができる、味わい方があるっていうのは、これはねタイプ R の
魅力だと思います。というか純粋に今私別に何も飛ばしてないですけども、アクセル普通に踏んで高速なんて単調的な道でまっすぐ走ってるだけなのに、なんかねワクワクするんですよね。ここからのねこのパワー感とかもすごくいい。うん。で無駄にこう5速に落としたくなるとか、燃費考えたら絶対必要ないんですけど、でもこの音ね、ちょっとアクセル踏んでいきましょうか。今3速いきます。せーの、ということで皆さん今おそらく音だけで楽しんでいただいたと思いますけども、これねやばいね。うん、ちょっとね危ないかも。タイプ R ってこれ実は FF スポーツの中では最速と言われてます。というか最速を目指して作られてる車なんですよね。それこそルノーのメガーヌ RS、 あれとバチバチの関係性でもありますけども、もうそこに負けず劣らずな感じでパワーの出し合い、コーナリング性能の出し合いっていうことになってるわけで、超レベルの高いところで今これスペック推移してるわけです。だから本当に気をつけたいのは、私も人のこと言えないですけども、車のことを慣れてないとか、こうベテランドライバーじゃない方で初めてやっぱりこれだけ話題になってますから、タイプ R 買いましたと、そういう時にパワーに溺れちゃう可能性はあります。本当そこは気をつけなければいけない。あくまで安全運転ができるっていうその自負がある方だけこれは運転した方がいい。もしくは住み分けができる方、一般道はオフ、サーキット持っていたらオンみたいな、そのスイッチメリハリ持ってる人じゃないとこれはね危なっかしいかなと思ったりもしますけども、でも楽しいよねっていう。いつもだったらもっとメカニカルなお話をするんですけども、それは私タイプ R 買ってますから、それぞれエンジンだったらもうエンジン、サスペンションだったらサスペンションだけでもうマニアックな解説っていうのは出したいと思います。今日はタイプ R ってこんなに人を喜ばせる能力があるんだよっていうのを分かってほしい。高速ですよ、私ずっと言ってます。高速なんて面白みもなんもない、風景だって基本変わんないし、でもそれでもこうやって左手で操れる喜び、アクセルをちょっと踏んだら思いの通りに加速していく、この辺が全部相まってすごくいいですよねこれ。じゃあごめんなさい、ちょっとここでドライブモード切り替えさせてもらいまして、スポーツ入れましょう。スポーツにするとちょっとレスポンスは上がったかな。もう一回コンフォート、うん、ちょっとレスポンスは上がりました。でレブマッチョシステムも若干変わったかなというところがあります。コンフォートはスッと滑らかに回転数を合わせる印象が強かったんですけど、ただこれスポーツモードにするとパキッと合わせるように変わります。でステアリングの手応えももうこれでも十分重いかなっていうくらいかなりドシッとしてますけども、うん、足回りの印象も若干ながら変わった。横方向に対してのロール感も薄くなったし、何より縦方向の入力がちょっときつくなった。ほんとねコンフォートだったら下手したら今ここまで乗ってきたノアの方が乗り心地硬いんじゃないと思うくらいにすごくしっとりしていたんですけど、これぞタイプ R っていう感じで結構ね素直に入力入れるし、ダイレクト感が多少増したような印象はあります。そしてさらにプラス R モードとありますけども、おお、これにするとメーター変わるんですよね。お、レスポンスもさらに良くなった。しかもこの音、音変わりましたね。アクティブエキゾーストバルブが開いて、それで排気音が変わってる、プラスあとこれアクティブサウンドコントロールが入っていますから、
これで多分音を増幅させてるんだと思います。うん、楽しいね。正直乗る前はこのレブマッチとかぶっちゃけいらないんじゃないと思ってましたけど、こうやって走らしてみるとこれはねいいわ。うん、ちょっとでもこれに慣れちゃうと逆に危ないかなとは思うんですよね。ヒール&トゥーできなくなる可能性もあります。私そんな得意ではないですけども、まあ、なので危険性はあるにしてもでも楽しい。そしてプラス R にするとレスポンスというかなんか下級圧の上がり方も若干違うような感じしますよね。ぐーっと、うん、あでもすごくアクセル操作に素直になった。で乗り味は今んとこコンフォートとスポーツレベルの違いは感じないけども、でもスティアリングの EPS のいわゆるアシスト量ですよね、これ格段に落ちてますし結構重め、どしっとしてる。うん、これはドライビングプレジャー全開じゃん。はあ。でもちょっとね尖りすぎてる感じはしますから、やっぱうん一般道とか高速道で走るんだったらマックススポーツかな。スポーツでも十分レスポンシブな印象ありますし、うん気持ちいいわこれね。ターボ特有のグッとトルクが湧き上がってくる感触っていうのはもちろん受けるんですけど、それでもやっぱ最初踏み始めた時のレスポンスは一般的なターボ車とは全然違いますよね。そういう意味ではやっぱ VTEC ターボなんだなっていうところはあります。うん、いいねいいね気持ちいい。じゃあちょっと帰りは運転支援を使ってみます。というのもこれスポーツカーなんですけど運転支援機能、まあ、いわゆるホンダセンシングとかそういう安全機能が全部ついてるわけです。私が実はタイプ R を買った理由は大きく2つあるんですけど、1つはやっぱり86乗っていて、うーん、スポーツカーのパワー感であったりスタビリティであったりハンドリングとかいわゆるそのスポーツカーじゃないと味わえない性能がやっぱねあるんですよね。そこをなんかね一回86で味わっちゃって病みつきになったっていうか、もう一回これはなんか違う車でも味わってみたいなと思ってタイプ R を購入したわけです。もう一つあるんですよ実は理由。それは快適装備がついてるから、全車速追従機能付きの ACC であったりエリキャス連携パシストシステムであったり、さらにはブレーキホールド、こういうところがついてるから私は躊躇なくこのタイプ R に手を出しました。ということで、はい、もうこれで運転支援システム起動しています。前方のトラックに追従しますけども、今だいたい85キロで走行してます。その状態でもちろん車間距離も適切に保ちながら、さらにはレーンキープ機能も作動していますので車線の真ん中を走ってくれています。これいわゆる自動運転ではないですけども半自動運転、運転支援と呼ばれているレベル2のシステムになっていまして、高速移動の疲労度を軽減してくれるっていう機能になってるわけです。ずっとやっぱり自分の手でスティアリングを握っていると疲れちゃうし、その疲れが結局危険運転につながる可能性はありますよね。不必要にイラついて前の車を煽っちゃったり、さらには寝ぼけて白線越えてガードレールもしくは車に当たっちゃったり、そういうことが起きる可能性も少なからずともあります。まあ、それを最低限予防というか抑止というか、私はねこの機能さえ知っているんだったらぜひね活用してほしい、積極的に使ってほしいなと思ったりもします。で今これ前のトラックに続いてねこうやって喋りながらも走ってますけども、快適だよね。これちなみにミッション操作したらどうなるんだろう。あなるほど、シフトをアップダウンしても全然そこの制御が一旦切れたりっていうことはないですよね。でさらに行きしの方向で何度も
ピー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 となってましたけども、ブラインドスポットモニターも装備されてますし、もちろん衝突被害軽減ブレーキなども装備されてます。まあ、今日は本当普段使いメインのお話をしていますから、なので前回走行のインプレッションとかは、まあ、サーキットに期待してもらうとして、普段使いのお話をするんだったら、そういう安全機能もついてますから、本当快適安全に街中を流してもらえるっていう魅力があります。でもやっぱ私は自分の手で運転したいな。トラック追い越し車を、この追い越し動作もすごくスムース、アクセルのほんとわずかな回路に対してのレスポンスがものすごく高いので、超気持ちよく走れる。やっぱスポーツで走っちゃうね。コンフォートでもいいんですけども、でもスポーツでも結局乗り心地ってそんなに悪くないんですよ。まあ例えばレスポンスはスポーツレベルがいい、でも乗り味はやっぱ横に彼女とか奥さん乗せてるから、もうちょっと柔らかい方がいいよねっていう方は、これ安心してください、インディビジュアルモード設定されました。なのでインディビジュアルでカスタムをしてもらうと、例えば今これサスペンションはプラス R になってるじゃん、だけどサスペンションだけコンフォートにして、でステアリングも重いからコンフォート、でもレスポンスだけはスポーツ、いや R モードみたいな、そういうことができるわけですよね。でレブマッチシステムとかも選べたりしますし、全部で6項目選べます。メーターなんかも普通のコンフォートに変更することもできますし、だからメーターだけ白基板にしておいて、エンジンレスポンスをこれプラス R にしていても横乗ってる方は気づかないっていう、1人だけ楽しめるっていうモードを作れたりするわけですけども、まあ、そういうだから楽しみ方もできるっていうのが、もうまさに最新のスポーツカーだなという部分はありますよね。いやでも本当ね、最初乗り始めた時は、まあ言っても私マニュアル GR やりすぎないですし、まずマニュアルにもドギマギしたでしょ、で慣れない三重の道ですから、そこでも緊張したでしょ、もういろいろと緊張する要素があったので、最初の方何喋ってたか忘れちゃいましたけども、でも本当改めて言えるのは、これはねめっちゃ面白い、本当に超楽しい。もうずっと動画見てくださってる方ならわかると思います、私の声のテンションが1段階上がるんですよ、いい相棒に出会ったら。その現象が今これ起きてる、もう分かりますよね。声はそんなに激しく発生していないけども、出してる声の高さが違うでしょ。そこはねやっぱりね、車の面白さが引き出してくれている声の高さでもあります。さすがにミシュランのパイロットスポーツ 4S を履いていますので、どちらかというとグリップ性能を出してる、何を比較として持ち出してるかっていうと静粛性、そんなに極端にうるさいっていう印象はない中でも静かとも言えませんし、まあそのあたりがスポーツカーの特性的なものでもありますよね。ある程度の音を聞かせる、そこから路面の状況インフォメーションを掴んだりすることもできますので、まあそういうものだと思ってください。あと軽量化のためだという部分もあったりしますけども、まあでもねタイヤの溝そんなに減ってないこともありますけども、うるさいなっていう感じは今のところ受けていません。いやーでもほんとね、ホンダカーズ三重東の朝日店の川崎店長ありがとうございます、車貸してもらって。もう私のいつもの店舗だったらさすがにね、この高速乗ったりっていうその環境がないわけですよね、近くに。なのでなかなかこういうのは味わえないし、もし出せたとしてももっと遅いタイミングになっていたと思うんですよ。それをねこのタイミングで皆さんにご紹介できているのは、本当ホンダカーズ三重東さんのおかげです。ご縁がありましてここで撮影させてもらうことができましたけども、本当ありがとうございます、改めて感謝申し上げます。ということで高速降りますので、ここからはラスト一般道の走り味軽くですけども、それご紹介して最後に燃費なんかもお伝えしようかなと思います。だいぶこの最初の発進にも慣れてきた、本当久々に乗るとこの発進がドギマギするんですけども、だいぶ慣れてきたなというか、ここからもう一回インプレッション取りたい。ごめんなさい、ちょっと今回のインプレッションは100点満点どころか80点にもいってるかな、自分の中であんまり満足していない部分はありますけども、まあでもこの後私の車が、言っちゃいましょうか、実はこれね納期出ました、来年の
5月に納車、仮ですけども一応生産されるんじゃないのっていうお話まで伺っていますので、そんなに遠くない未来でシビックタイプ R のインプレッション、もっとマニアックなメカニカルな解説も含めながらご紹介できるかなと思いますし、まだまだ皆さんやっぱり納車待ち、それかもう注文待ちっていう方もおられると思うんですよね。なのでその方に向けてコンテンツはいっぱい出していきたいなと思うんですけども、今ちょっと検討段階ではあるんですけど、この動画見てくださってる方でタイプ R 買おうかなとか買いましたとか、もうすぐ納車されますっていうオーナーさん特に聞いてほしいんですけど、鈴鹿サーキットでミーティングを開こうかなと思ったりもします。まあもちろん従来からシビックタイプ R のミーティングっていうのはあったと思うんですけども、なかなかこう私も顔出ししていませんから、会う機会とかもありませんし、まあそういう場として一つこのタイプ R のオーナーさんであったりホンダ社のオーナーさんとつながりを持とうかなと、持たせていただこうかなと思いまして、ちょっと考えてるところであります。皆さんどうでしょうか。ちょっとまた参加というか、そういうことを話が進みそうだったらまたお話をしていこうかなと思うんですけども、ちょっとそういうことも考えたりしています。で、一般道ですけども、今これコンフォート、あ、さすがに低中速域はちょっと硬さが目立つかな。私がまあ乗っていた車で言うならば GR86 ありますよね。あれの RZ で18インチ履いてるもの、誰も確かミシュランのパイロットスポーツ4かなんか履いていた気がするんですけども、うん、それに近い感じのタイヤの硬さがありますよね。足はね、おお結構硬いな、笑っちゃった。おお結構しっかり入力入るね。なるほど、うん、これはね高速は結構しっとりしていて乗り心地いいなと思いましたけども、一般道は。というわけで、ホンダ新型シビックタイプ R 試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。